フロム最上ですガザンドールズ再演やーってことで <laughs>、ほいでいきたいんですけど、あのー、そう、ガザンドールズですよ。ね、月組の、えー、ほずきあんさんの月組で再演ですよね。もうね、僕ね、今日ね、そう、しかもたまたま今日、大劇場行ってたんですよ。んで、あのー、これね、 いやマジなんですけど、えー、大劇場でねまあショーを見てる時にオダチンカーンの場面、えー、フェニックス・ライジングのね、えー、そこ見てる時に、えー、ひげ姿の、えー、風間さんを見ながらですね「あ姉さんとかやってほしいよな」「いやあのこれ月組会除やったら絶対面白いやん」って思ってほんであのー、配役とかをねめっちゃねなんか頭の中で「ああ誰誰がこうやってああまあいけるかああいけるいけるいける」とかいうのを勝手に考えてたんですうん。 本棚ですよ。えーまあ、車で行ってて、まあ、あの車駐車場からこう出てですねあの花の道からあーソりを、あのー、渡る、あのーねえー、と信号とかあるじゃないですか交差、ね、でねそこで、えーまあ、車止まってる時にねたまたまピコンってこうあの僕あの携帯こう。 車マグセーフってあの,あの,あの携帯をこうピタッてくっつけるやつね、えー、それをまあやってるんでそこでピコッて通知来て「おおんやろう」あのあ「次に月組演目決定や」と思ってほんであのー、あれですよ見たら「ガイズドールズやん」ってなってもうね僕車ん中で「あのガイズやーうわ!」ってもう <laughs> いやマジでこれマジであの大げさに言ってるとかじゃなくてマジで。 その場で車の中で叫んでしまってあのあれねもしかしたら花の道渡ってはる人ねあこの車やばい異常異常な人乗ってるみたいなあの、まあ、乗ってたのは西条なんですけど <laughs> 異常な人乗ってるみたいな、えー、ことを思われた方いらっしゃったかもしれないえー、あの僕ほんまに。 一人でうわーって騒いでて車めっちゃ揺れてですね船が揺れるの前にもう車が揺れるっていうね <laughs> あの分かりますかねあの船が揺れるってあの外山道路のあのナンバーであるんですよねうんえまあそれ そのネタなんですけども <laughs>、えー、まあこれねえー、っと『外山道ルズ、えー、っと僕初演は見てないです初演は、えー、っと生まれてないんですよね第一真央さんと黒木瞳さんのが初演なので、うん、でえー、っとその後にですねえー、渋木純さんのバージョンがあって、まあ、その時に僕初めて見たんですよね、うんえー、確かこの時に前夜祭とかもあってそれもなんか行った覚えあるんですよねうん確か、うんえー、でまあそれがあってでえー、っとその後に星組さんの『外山道ルズで。 えーと北昇かえりさんでね、えー、やられたやつがあったわけなんですよね。うん、であのこれね、えー、っとちなみに今僕持ってるんですけど、えー、っとめっちゃ入手ー仕込んんです、えー。というのもまあ判決が厳しくってもう発売多分、えー、っと終わってるはずです。で、えー、これ、あのー、あれなんですよ。えー、っとね確かしぶきじゅんさんの時はそんなことなかった気がするんですけど北昇かえりさんの時外山、えー、ドールズね出るのねめっちゃ遅れたんですよ。えー、っとこれ ブルーレイ発売したん多分公演の1年後ぐらいやったんでえー、っとーこれ。 もし発売されたら今回の、ぜ、え、ひ、ー、ですね、もうその時にもう入手しといた方がいいです。えー、それだけは、まあ、あの言わせていただきますが。あーいや、もう外山道路です。あの僕ね、外山道路ですね、あの一本物、えー、まあ僕嫌いやっていう嫌いっていう,う好きじゃないって言ってるじゃないですか。うん、でも一本物でもね、あのね外山道路はね、めっちゃ好きなんですよ。えー、っと唯一と言っていいぐらいかもしれないぐらい好きです。えーまあ、あの一本物ってなったらね、やっぱ重い作品とかがやっぱ多いじゃないですか。えー、そういうのがね、なんか僕はやっぱり。 ななんってなってくるんですよね、うん、でもあの『凱ンドールズ』はほんまにおもろい、えー、何回でも見れます。えー、もう僕僕,僕あのブルーレイとかあのそのそ VHS とかも何回も見ました。うん、であのー、そうあそっかえー、っとねスカイステージとかでもねあのー。 一時期やったりとかしてましたね、そういえばね、うんで。もう多分今後やられることはないと思うんですけど。うん、で、ガイザンドールズね、あの僕、そう、またこれも動画出しますけど、あのこのえー、と1年前かちょうど、えーに、イギリスにちょっと旅行行った時に、えー、ロンドンでね、見たんですよ。それもすっごいよくて、それなんかの時に話したな。えーまあ、またそれもまた出しますね。出しますねって言ってたら、分出してないやつかな、うんえー。またやりますけども、僕はあの、はそう、あれなんですよ、花んなリーダーこの前、菜園やって言うてあのはしゃいだとこじゃないですか。うん、で今回もガイ ガイザンドールズ、えー、もう再演で嬉しいんですけどあのー、そうまあこれねもしかしたらあの賛否両論あるというか、あのー、再演ばっかり当たってるやんみたいな感じにはなっちゃいますよねやっぱ「琥珀色の雨に濡れて」が全国ツアーであってで、まあ、今回オリジナル作品大劇場やってでそっから花なひ平再演ででそっから外山ドールズ再演の、えー、っと大劇場、うん、ってなった時に、まあ、再演が固まってるやんとは思うんですけど、えー、僕はホオズキアンさんのそこがね魅力やとすごく思っててというか、うんあのー、僕がやっぱり見てた えー、僕は見,見てた今も見てるから見てたじゃないな、えー、なんていうの、えー、とその血行を、えー まあ青春時代ですよね、まあ、渋木淳さんの時もまあ青春時代、えー、と言っていいと思います。うんえー、その時のあの、えー、時代とかですねその辺りの作品をえ今やってくださってるっていうのがめっちゃ僕はね嬉しくってねんなんて言うんでしょうんその頃の宝塚、えー、の思い出っていうのもあるんですけどそこの,この作品が似合う男役さんが出てきてる、うん、それが宝石庵さんだということ。えー、でまあ月組自体が えー、そういうクラシックな、えー、ことになってる。そこがね、僕はね、すごく嬉しいとこやなと思います。まあ、なんかあの、いろいろちょっと語りたいとこもあるんですが、この後、実はですね、ライブ配信を予定しておりまして、えーでまあ、その前にちょっとあの、やっぱ、これは撮っとかなかなかなっていうのを撮ってて、ま,あ、またこの後、撮るライブ配信でも言うことをかるかとは思うんですけども、えー、まあ、えー、とりあえず、えー、撮ってみましたということでございます。はい。ということで、まあ、それぐらいかな、言うこと。うん。 面白いですよ、はいえー、またあのー、この後のライブ配信もアーカイブ僕が出現しなければ、えー、残すと思いますのでまたそちらもあのご覧いただければと思います。と、はいうことで、まあ、フロンゴイチン最上でした。ではまた。